杵築市の山賀小学校では総合的な学習の一環で年間を通して米作りを体験しています。田植えに向けて今日5年生の児童27人が地元の稲作農家とボランティアの指導のもと苗床作りに取り組みました。子どもたちは苗箱に入った土の上に日の光の種もみを1人200グラムずつ均等に巻き、丁寧にかぶせて水をかけていきました。お米にはいろいろな種類が面白いと思いました。みんなに美味しいって言われるようなお米になってほしいです。山賀小学校では来月田植えをした後、10月中旬には稲刈りを体験することにしています。